はい、山口敏太郎です。新浦安の柏湾に来ております。これがわらび餅です。この蕎麦屋は何度も来てるんですけど、わらび餅があることは知りませんでした。ちょっと一個行ってみましょう。味が薄いな。味が薄い。ちょっと餅の中途半端な粘り気と味が薄くていまいちですね。以上です。